3,000 cattle, 30,000 pigs, 630,000 chickens, 20,000 cats and dogs were abandoned in the exclusion zone drawn up around the crippled Fukushima nuclear power plant. The vast majority of them starved or were killed off. Their deaths were concealed, not reported in the media. たった一握りの人たちのためだけじゃないですか僕らの浪江町は今小高な浪江に30年間反対運動を続けながら原発のない町そういうことで頑張ってきながら 原発反対何でもありじゃダメなんだよ今回ってここはダメだ言ったでしょああこれあのパグだ もうでも原型が結構なくなっちゃってるねこれ1畳ぐらいの部屋はいで、繋いでいって、で、多分クッションがあったんだと思うんですよねそれをもう気狂うまで多分ひどいなこれひどいでしょひどすぎるよ小型犬を繋ぎっぱなしにしてこの中に閉じ込めて身動き取れないようにして多分もう気が狂うほどもう自由になりたくてそうなのクッションもぐわーっと泣き散らして本当にもう狂いそうなぐらい怖かったんだと思います苦しくてこれ本当にかわいいこんな死ぬに決まってるよね出してあげるとかさ出して連れていかなかったんだろうだってそう子供のように可愛くて買っといて最後はこうやもんそうなんですよ殺人だよもう うん、人間だ人間だ、うん、人を犯し、うん、これができる神経が理解できないんだってかわいそうだって部屋で買ってたんでしょ自分たちは被害者だっていう被害者の顔出しをしてることが許せないんだ、うん、こんなことをしておいてここは犬だけ布団の綿をかじっておなかすくからかじってかじって散らかしちゃって感じだよね食べたんだろうねうん多分食べると思うだってお腹空いてどうしようもないこれドッグフードいくらか入ってたのかなもうぐちゃぐちゃになってんな犬でも猫でも生前頑張ったって2週間うん2週間だねカメちゃんも持たないと思うよ持たないです持たないです2週間もだってなんとか生きてるかもわかんないけどいやでもこれはひどいこれも首は付けとらないでしょはい これあのあれですか隠すためっていうか多分あの飼い主が入れたんだがあるんですけど仕事がまともにできないんで<笑>こんなにちょっと生活破綻するまで続くと思わなかった本当参りましたね3日ぐらい過ぎたら 寒いしご飯ないの分かってるから大体どうなるか想像できないかなっていう結局そこなんだよね想像力が欠如してるんですよね、うん、なんか一回あったんですけど避難所におる女の人が
うちの犬なんか繋いできちゃってもう1ヶ月経つけど大丈夫かなって、殺すぞって。These silk fowls live on in their cage. They've managed to survive even in such horrible circumstances. If they're let out, they'll be devoured by other animals. So the volunteers come once every few weeks to take care of them. だって何ヶ月も経って家族なのよって電話してくるってどういう心境なんだろうって妊娠してる腹の大きい犬とかをそのまま置いて応援しているとかいっぱい見たんですけど、家族、いわゆる東京とかでいうね、家族っていうよりも本当に関係ものだよね。そうですね、もういつもなんかもう繋がれてて、ものすごい血走った顔するなんですけど、いかんとこ見たら、カエルみたいなのピカピになってるんですよ。The Japanese government doesn't recognize the existence of the animals left in the zone. That's why people are banned from rescuing or feeding the animals. All of the volunteers dodge the police patrols and move as quickly as possible. If they're caught, they'll never be allowed to enter the zone again. ここにいたんですか。この奥、ここで普通行き止まりって感じですよね。こんなでかい家の、あるでしょ。はい。本当にやだ。あまりしか感じない。やだ本当に。こんなことできないな私は。ないでしょ。うん。東電よりもかつくね。うん。ね。頭に来るんですか、うん、本当に私だったら車持ってんでしょ、この人ね、うん、そしたらば、そしたらさ連れて行くよ。ああだって車持ってんだったら迎えに来れんじゃん。来れる、うん、車嫌がったから来た。言い訳だよ。そんなの言い訳だよ。やだ。いや、もうねいや、本当頭にくる。動物の命なんてもまないんだね。もないんだね。わかんないんだよ。そういうの腹立つ。悲しくて苦しくて腹が立って
走りまして走りました。気がつくと山に来ていました。春は山の中をさまよいました。春の小さな体の中は悲しみと怒りと空腹と喉の渇きと寂しさとさまざまなものがごちゃまぜになってくる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 巡りました。そしてとうとう春は倒れてしまいました。月ちゃん、An Italian named Isabella, who lives in Niigata, traveled 250 kilometers to Fukushima after the accident and saved hundreds of animals. With the help of her family, she started an independent animal shelter. いう話とかしてましたけど、まあ、その中でも、まあ、日本人のプライドっていうか、まあ、そんな捨てたもんじゃないだろうっていうのが心のどっかにずっとあったのがありました。僕もありました、それは。それはもう本当に、ああ、日本人ダメなんだな、ダメ、本当にダメだから、まあ、日本っていう国が、まあ、一応日本としてね、一応2000年まではいかないですけど、まあね、まあそうですね、2000年近く、約2000年ぐらい日本っていう流れの中で文化としては比較的こう長いものとしてあるけど、運よくそれが残ってるだけで、じゃあ日本人って何なんだっていうところで、なるほど、新しく考え直す時期なんだなと。そうですね、まあ、ないんですよね。それでいて町役場なんかは動物を助けるのは環境省と県の、保健、生活衛生課かな、そこに行きなさいって言うんだけど、そこに行くとまた、あの
違った答えなんですよね、うん、動物は救えませんって言うんですよね、うん、こんな先進国のね日本がね、いやこの日本でね、やはりその原発事故を起こすようなそのシステムっていうのは行政の方にありますからね、硬直していてね、うん、これが日本の現実なんですよね。いい国作りを目指すなんていうのはただ口でだけ言ってるんですよね、うん、あの原発事故は特にあの動物たちにとって本当にもう死を意味するようなもんですからね、あの人が誰もいない死の世界に置いてきぼりにされるんですよ、うん、でも日本ってやっぱり後進なんかあの良さそうにしてるんですよ、仮面をかぶってね良さそうにしてるんだけど、実際にこういうのが日本の実力っていうか現実なんですよね。